ポンポン。今乗り換えで、これ登り取ってとこいいんだけど、これなんかドラえもんのなんか劇らしいんだよね。あそことかなんかどこでまた風だし、なんかこの上のとこだって青と赤のなんかやつだから結構こだわってる駅なんですけど、こっから藤沢駅みたいに乗ってちょっと江ノ島にね行きたいと思います。江ノ島着きました。で、これ結構すごいなんか竜宮城みたいなやつなんですよ、この駅がね。で、僕は何回も江ノ島とかね、小さい頃毎年は行ったんで結構見られてる景色なんですけど、まあ、この豪華さはね多分初見だとすごいと思う。ゴールデンウィークの最初もう終わったっていうか、まあ、土日なんだけど、でも割と子連れとか、なんか友達とかカップルで来てる人が多いなって印象ですね。ここからなんかタイトルにもある通り、なんか恋人の丘っていうカップルで、なんか恋愛がこのままの恋愛が成就しますよみたいなやつがねあるんだけど、そこにねちょっと一人でやって、ちょっと、まあ、一人でなんかね行っても魅力祈願できるみたいなやつ、恋愛の祈願をできるやつなんで行ってみたいなっていう感じですね。で、駅からすぐある橋があるんですよ。で、これ目の前にあって、小田急線のね片瀬の島駅にあると、まずこの橋があるんですよ。で、あっちが江ノ島の本島ですね。で、ここは江ノ島の海岸みたいなところなんで、実際江ノ島じゃないんですよ。なんで、あっちの本島の方にね目的の場所があるんで、そこに向かってね行きたいなって思ってて、はい、って感じですね。で、あっちの方に確か有名な江ノ水みたいなのがあるんですけど、多分あれかな、分かんないけど、いいですね。これね、このスマートボール屋さんって射的屋さんなんですけど、今やってないのかな、分かんないけど、よくここで遊んだりしたんだけど、小さい頃なんか休み中らしいですね。海岸来ました。なんか海開きしてないはずなんだけど、サーフィンだけできんのかな。そんな感じするな。こうやってなんかさ、光の反射で結構綺麗そうに見えてるけど、実はめちゃくちゃ汚いから、ちょっと近づいてみるか。なんか暴れ散らかしてんだけど、あれちょっていうのもなんですけど、結構曲というかなんか動画が弾みまして、まあ、ご存知の通りで、それで割と登録者も増えて、まあ今200ぐらいなんですけど、だいぶ増えたね。今これ投稿してる時何人か知んないけど、まあ、ちょっとそれ一緒もね撮ってみたいなと思って、記念にこうやってたまにはねこういう実写の、ね、記念の時だけちょっと撮るのいいかなって。で、基本は、まあ、マットとか、まあ、多分作ってるはずで、面白いネタとか流行りがあったらそれに乗っかってるけど、まあ、一味加えて多分やってるかな。ただでやんないから、今のぶっちゃけ YouTube 界って厳しくて、ただ流行りに乗るだけじゃね伸びないんだよ。だからちゃんといっぱいそう工夫を、そう悪い言い方じゃなくていい言い方で工夫ね
工夫してやるっていうのが今のねセオリーっていう感じですね。海岸来ました。でもね、やっぱ黒浜っていうのかもしれないけど、結構汚いんだよね。分かんないと思うけど、そう汚くて綺麗な場所ではないね。ちょっと今ういーちょこうやって子供みたいに遊んじゃう。今ちょっと ASMR ちょっと撮るかな。なんかまあ、とりあえず海ね、こんな感じ。はい、まあ、いつかね、来たいですね、海も。泳ぎるためにいつか来たいですね。でね、やっぱり こういうね、なんか、わかる？漂流物がさ、すごいあんのね、この海岸って。すごいよ、見て、こっち、こっち？わかる？これ、ここすごいのよ、マジで。あそこ、あ、これも、ここも全部。これ全部っす。あんまりね、綺麗な海じゃないっていう。あ、なんか船がいないという、時の方向を奏でてますけど、あれ、巡査船かなんか知らないけど、あ、そういう感じですね。あ、ちょっと、海というか、まあ、とりあえず観光スポットね。観光スポットも、まあ、一緒に兼ねて、ちょっとね。これが夏だと思うんで、観光スポットも兼ねて、こうやって紹介していきたいと思います。でここから、カーブ沿いに、海岸沿いに行って、あそこの橋を渡って、本島まで行きたいと思うんですけど、多分あの動画見てくれて、登録してくれた人って、大体、まあ、多分、若い年代の人で、やっぱ面白い系がね、好きな人だと思うんですよ。なんで、ちょっとそういう風に攻めてみようかなって思ってて、面白い要素あんのかわかんないけど、まあちょっと、とりあえずね、ちょっと面白そうだなと思ったことをね、やってみたいと思ってたんですけど、やっぱりなんかサーファーっていうかみたいな人がねたくさんいるんで、結構焦げたね、ちょっとこわもての筋肉マッチョな人とか、まあ見た目だけでね判断しちゃいけないけど、俺自身がそもそもなんか陰キャだったんで、普通にね怖いというか、その人の前でさ、なんかこうやってさ一人で喋ってるとさ、何やあいつみたいなさ目でさ、なんか見られそうで、どちゃくそ怖いっていう。でもだいぶね、ちょっと本当に近づいてきたらだいぶ、え、あれ、ちょっと待って、これさ行けない？え、こっちさ、だってさ歩道がないんだよ、こっち歩道ないじゃん。え、歩道あるないよね。でもあの二人さ、前進んでんじゃん。あ、焼けなそう。あ、はい、戻ります。あと、反対側に行きました。なんか地下水路があったからね、そこから行きました。なんかね、磯の味っていうのかな？わかるかな？なんか、海のね、匂いがする。する。なんか、ね、結構ね、この海、こっちの海でね、カモとかで覚えたりしてね、いいね。なんか普段ちょっと都会っ子だからこういうの見れないからさ、いいなって思います。今日行く場所なんですけど、これ全体マップで行く場所ね、これなんですけど、金をね2人鳴らすと、まあ恋愛がねそのままずっと続くみたいな、結婚まで行くみたいな話なんですけど、これが40、あ、じゃあ38なんで39かなんで、結構奥だね。ここだ、ここなんで、だいぶ奥っすね。今現在地がここなんで、だいぶ奥まで進まっていないけど。
そこ見えてんですけど、あれが本堂ですね。で、あのこのタワー、あれ登れたっけな、登った記憶あるんだけど、ちょっと料金がどのくらいかわかんないんで、めっちゃ高かったらやめます。あそこがあの江ノ島のね、大きい商店街なんですよ。あこっちに来る前もね、あるんですけど、ここがね一番、大きい商店街で、この山登るまでのね、この道のりで結構お店さんがね、たくさんあるんで、まあお土産とか買いたいのはだったらここら辺でだったらいいのかなみたいな感じですね。この、橋のすぐ目の前のお店なんですけど、めっちゃ美味しかったんで、おすすめです。温泉もあんのか、これ入りたいな。で、ここがメイン通りですね。結構長いな。なんかちょっと、浅草寺とかの雰囲気を出す。中見通りみたいな。はい、じゃあ引いたんですけど、ちょっと開けていくか。大吉来たわ。大吉出たけどね、興味出てはいけません。自分から進んですることはやめる、自分から進んですることはやめることです。無理を行うと大変なことになりますから、慎んでおくことです。なんか悪くね、どういうこと。あ、出る杭は打たれるみたいな、そういうことっすか。縁談とか思わぬ人に邪魔されますって書いてあるんだけど、ちょっとダメじゃん。いや、とりあえず大吉だけど、まあ悪い、運が悪いことはなかった。慎めって言われて、慎むことできないんだよな、人動かなきゃいけないから、まあ、とりあえずまあ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 、運が良かったんじゃないですか、知らないけど。これなんか見ると、右に進む方向と左に進む方向あるんですよ。でこれでなんか下の奥まで行けるらしいんですけど、どっちも行けるらしいんですよ。なんでちょっとさっきの受け入れに南の方が行ってたんで、南あっちらなんですよ、こっちの駅のこちらなんで、こっちの方から進んでいたいと思います。結構めっちゃ歩いて中間地点みたいなところまで来たんですけど、あ、どうやらエスカレーターで上まで行けるらしいんだよねと。あ、ここに来れるのか、ちょっと知らなかったんだけど、あ、すごいぞ。これ見てください、これ。この、雄大な景色。いや、これ都会では味わえない光景です。ここが、なんか、中積み屋っていう、なんか、中間地点があるところなんですけど。30人の人柱。ってことは、残り2人がいるってことだよね。最悪、残り2人分。歩かなきゃいけないということになるのかな。じゃあここまで来るとね、だんだんとね、あ、見てください、これお前これ恋愛祈願みたいな、このね、名前をね、彼誰彼女誰みたいな感じで書いて祈願をするんですよ。結構あのリア充率もね、だいぶ多くなってきているんですけど、ちょっとめげずにね、頑張っていこうかなって思います。こういうことしてるけどね、別になんかリア充に対してなんか思うとことかじゃあなんか妬ましく思うとか妨害したいとかそういうことをね、思ってるわけじゃないんですよ。俺もね、まあそういう時期がなかったわけじゃないんで、全然ね、なんかこういうところに来てね、
カレカのね、こういうとこに来てなんか楽しいことなんかお願いとかするのいいなとか思うんですけど、まあ憧れはあるけど特にそうなんか思うことはないです。で、この先なんか下るんだけど、なんか標識見たらこっち側だったんだけど、なんか下るんだよね。なんか下るんですけど、今までちゃんと登ってきたのにまた下んの。俺無駄？めっちゃ下がるんだけどこれ。何これ。すごっ。ワップとか普通できないから上まで行ってます。すごくね。上まで上がったね。普通にやばいじゃん。長めの舞台。なんか人いいね。なんか人いるんだけど、あんなとこに。あれ行けんのかな。行けたら行きたいんですけど、あれ。あれが目指してるとこじゃないよね、さすがに。怖くね、あそこ。なんか波に持ってかれそうな気がするんだけど。あれ？だこんなとこにさ、建物を建てるのが頭がおしいと思うんだけど。これ大丈夫なのこれ。こんな、まさか断崖絶壁にさ、こんな急斜面の建物を建てる。この先なんとかの金、友人の金だっけ、なんか永遠で覚えられないが書いてありましたね。まあここ進めばいい。またでも上登るんだよな、きつい。ちょくちょくなんかここら辺なんか長めのいいテラスみたいなのがあって、テラス付きのテラスみたいなのがあって、あ、下で食わないで時間が合えばこっちで食えばよかったっすね。なんかね、お、すごいでしょ。なんか眺めがね、こっからの眺めめっちゃ綺麗なんです。さっきの眺めみたいな感じで、その眺めで飯食えるって相当気持ちいいと思うんだけど、気持ちいいねだと思うんですけど、だから下で食わないでちょっと時間配分考えて、なんかこっちで食った方がなんか良さげ、お得感ありますね。ここなんかお岩参道っていう場所らしいんですよ。これも多分さっきの三神なんとかみたいな一人のやつだと思うんですけど、奥津宮かな、多分の一人だと思うんですよ。で39でしょ。あ、ここ今ここなんで、現在地手前後ろの方に行って行けばいいってことですね。つまりこっち側の階段を登っていけばいいと。え、これでしょ多分。これよな。あー、あるある、これだわ。あ、これっすね。いや、ついに来ちゃったが、一つ危惧しようとかって、まあ、タイトルにあるから、まあ、やっぱ一人で行った証拠としてね、まあ、金を一人で鳴らすっていうことをね、とって、証拠として取んなきゃいけないんですよ。なんですけど、証拠として取るカップルのね、聖地で一人で取るって、しかも地味で取れないですか。だから、誰かに頼んで、すいません、一人なんですけど撮ってくださいっつって言わなきゃいけない。気まずいこと、このように、いやなんかさ、こういうのしようかなって思った時は、いや、思いましたよ普通に。でも大丈夫かなって、当日なんとかなりやると思ったんですけど、まあ、ちょっといざこうなると結構やばいっす。でも人も全然いないしさ、どうなってんの、カップル全員死んだ、俺が破滅させたかもしれない。ありました、ほら、ありましたよ。ここに、ほら、あるでしょ。竜恋の鐘、あ、鳴ってるし、鳴ってんだけど。ほら、じゃあ判定してるけどね。鳴ってんだけど、ちょっとこう、どうしよう。
どうすこの奥何も見えない、マジで。でもさ、見てあれ、え、何や、南京錠あれ、え、南京錠、え、南京錠じゃん、ガチじゃん。じゃあさ、南京錠さ、取ってこなきゃダメってことじゃね。どこで売ってんの南京錠って。ダメなんで、ちょっと取ってもらうか、誰かに。あ、すいません、あの一人なんですけど、取ってもらってもいいですか、なんか、はい、ガチガチでめっちゃ笑われたんだけど、やばこの人みたいな、やばこの人みたいな、なんか感じで笑われたんだけど、しかも雨降ってきたし、俺の心情だろこれ。いや普通にやばいだろ、なんかカップルの前でさ、あ、すいません、なんかすいません、撮ってもらってもいいですかみたいな、やばすぎだろ、自分ではやばいと思う。あ、南京錠ここで売ってんのか。南京錠つける、ちょっとつけた方がいい。あ、なんかありますね、ここに。あ、これか、これって、あの、一人でもなんか効果ありますかね。あれじゃない、だって今日の期限だから、なんか願い事書いとけば。そうっすよね、別に二人っていうわけじゃないからさ。そうっすよね、恋愛成就しますかね、これ。一応買ってきます、これ。そう、はい、やってみる。はい、一人でも全然いい風な感じだったんですけど、さっきのおばさん結構親切風で優しかった。大王おばさんいいね。で、あれ書きました、これね、恋人が、ちょ、これ期間を決めないと絶対なんないと思うんで、年内にできますようにって決めて、もしこれで年内にできなかったら、これちょっと、僕だけかもしんないけど、効果が、あまり俺にはなかったということで、効果がないゴーストタイプのやつにノーマルタイプ当てて効果がないと同じで、そういうことだったということで、おしまいになるということでね。ちゃんと塩ミント、あの名前も書いたんで、これでもし、これもし年内できればね、もうご報告しますんで。たくさんねあるんですよこれ。うわ、虫見るんだけど、蜂いたんだけど、蜂いたんですけど、ちょっと、ちょ、やばい、もう危ないって、危ない。俺ここで死ぬとこ、アナフィラキシーで死ぬわけにいかないんだよ。たくさんあるんで、ここにね、かけたいと思います。あ、これさ、名前書いてんの、これ。でも俺名前書いてないけど、まあでもこっちに名前書いてるから、まあいいよな。いやちょっと待って、これ取りに行く。え、これ閉まんなくね、南京錠のさ、やり方俺わかんないんだけど、致命的すぎない。どうやら、まあなんか祈願的な感じで、必要必須条件みたいなもんではないらしいんだよね。ちょ、カップ来たんで逃げました。どうやらなんか、あの南京錠、あ、一応手つけたんですけど、ここに鍵があるんで、この鍵を持っていればいいと。あ、もし恋人ができたら、もう一回ここに来て、あの、できましたっつって、これ外しに行きます。南京錠外しに行きます。で、なんかね、そう、さっきも言ったんだけど、なんか一応なんかまあ、必須ではないらしくて、まあみんな南京錠つけたけど、まあ、あれも祈願みたいな感じで、お守りの一種らしいんで、おまじないとかのね。だから別に、そんな、
これがねダメですってわけじゃないけど、まあカップルの人はね、あそこちゃんと名前書いてどうしてかお願いした方がいいんじゃないかなって思います。まあ一人の場合はちょっと勇気がいるんですけど、あの他の一人で鳴らして、え確かね一人で行ってもね効果あったはずなんですよ。あの一応恋愛のやつが成就するみたいな感じで効果が確かあったらしい、あったと思うんで、調べた情報、俺が調べた情報によると、なんでまあ別にねみたいなとこあります。いやこんだけやってさ恋人できなかった方が逆におかしいよねみたいな感じで、もうだいぶ行ったと思うんですけど、あースラスト、あそこっすね、あの下のいたところじゃないですか、人が。あそこ行かなきゃいけないんで、あそこ行きたいんで。すいません、つけてきました。あ、やった。いいおばさんっすね、やっぱ。人の幸福を願える人はやっぱりいい人しかいないということがここでよくわかりましたね。まあ、あのおばちゃんにもね、ちょっといろいろお世話になったんで、恋人ができたらあのおばちゃんにも合格したいと思います。普通にすごいぞえ、なんかパンケーキ屋さんだけど、え、ここでパンケーキめちゃくちゃうまそうじゃない？しかも学生割税込み1000円だって、安っ。え、やばくね、やばすぎだろ。松尾芭蕉俳句読んだらしいっすよ、ここで。書いてありました。はい。やばすぎでしょ。え、こんなとこあったの？じゃあ俺知らないんだけど。じゃ海岸でしか俺遊んだことないから。砂浜でしか遊んだことないから、俺こんなとこ知らないよ。じゃ降ります。え、ぐっ。めっちゃね塩の味するわ。外人めっちゃはしゃいどる。外人なのかなあれ。めっちゃはしゃいどるけど、俺もやりてー。ちょっと友達行ってはしゃぎてー。ここ自由に行けんのやばい。水がさ、そう、あのさ海岸と違う、あの砂浜と違ってさ段違いで綺麗なんだよ。わかるよこの色。いや、さっきのやつに比べてもだいぶ違うよこれ。めちゃくちゃ綺麗なんだけど。これもう飲み干せる。もう飲める。この水なら永遠に飲めそう。嘘っす。嘘っす。嘘なんですけど、あ、じゃあ飲めるかな。暗いきれい。あっち行ってみたいな。なんかこっちもなんか釣りしてきてんやな。釣り大丈夫なのかな。さっきいた場所はあそこの奥だね。あそこの上から見たんだ。俺らは見られてる方。ちょっとこれ絶対江ノ島とか恋人と来る場所だ。今更だけどさ、絶対一人で来る場所じゃないから、ここマジで。あ、これあれっすよ。あの、有名なって何だっけ？仮面の手じゃなくてなんか、みたいなやつじゃないですか、これ。違ったっけ？なんか、あれ？あれのことだっけ？なんか、そんな感じの名前だった気がする。だから、ガメノデスの進化前の、その、ガメノデスのモチーフみたいな感じの、ことくらいしか俺知らないんで、ちょっとわかんないですけど。すごいな、広大だわ。これが、世界一広い太平洋っす。ってことっすよ。雲もなんか、ちょっといい感じで、なんか光明写真みたいな、やつしかしてんな。あっちのさ、奥さ、見える？あれ。これ、街がね、あるんですよ。ほらこれも全部バチ。そっから来たんだな。そしたら相当歩いたよな俺。めちゃくちゃ歩いたわ。
いや、あの下のこの商店街の方に戻ってきました。だいぶ、え？お前か、車か！こんなとこアマゾン通んの？マジかよ。山の上までアマゾン届くってやばくね？相当やん。いや、話があちこち行っちゃってるけど、とりあえず置いてきたんですけど、行くまではさ、なんだろう、あのディズニーマジックみたいな感じでさ、まあ行ってる時はめっちゃ楽しいんだけど、楽しくて疲れ感じないんだけど、帰りね、すっげえ疲れる。だからマジで帰る気になんねえ。しかもあのエスカレーターさっきあったけど、あれあの下り用なくて上りしかないよね。だからマジで疲れます。なんでもしあの彼女とね来たいっつって人は、女の子体力ないと思うんで、あの男側ね、そこ配慮して、あの伊勢ヶ原階段登っていこうよとか言わないで、ちゃんとエスカレーターを使って、なおかつその子がどこまでの脚力とか体力があるのかをあの考えた上で登った方がいいっすね。早めに戻ってきました。まあちょっと今回はね、まあ、こんな感じで終わりたいかなって思ってます。いや、まあなかなかちょっとこういうね企画も兼ねて来たんですけど、なかなか一人旅の要素としても結構あの楽しめたで、よかったな。やっぱ一人でその行くっていうハラハラ感もあったのかしんないけど、よかったかな。綺麗。今度はやっぱ家族とか友人と来たいから、ちょっと一人でね来るっつってもね、何回もね一人でね来れないからね、ちょ今度は友人と一緒に来た方がいいかもしれないです。はい、じゃあ忘れなくなんですけど、こんな感じで終わりたいと思います。はい、まあね、あのたまにまあ何人か記念、まあ次が500人か1000人か分かんないけど、まあ何人か記念で今度また一人でこうやってね、ちっちゃなやつあげたいと思うんで、よかったら、まあ、登録してくれたら嬉しいです、まあ、そんなに多くあげないけど、あのまあたまにあげてるんで気まぐれで、まあ、おあげてるなみたいな感じで見てくれたら嬉しいかなって思います。まあいつも面白いとは限らないけどね、自分が面白いと思ったやつがバッチリあるやつだと限らないよね。あ、ちょっと面白くないなと思ったら、今回ちょっと不発だなって言って、笑ってください。はい。では、こんな感じで終わりたいと思います。